あたりチャンネル。いきなり登場、ACR 様だぞ。今回遊ぶのは宇宙戦隊キューレンジャーガシャポンキューボイジャー03だ。発売日は2017年7月下旬。価格は1回200円。ガシャポンからキューボイジャー第3弾が登場。ラインナップは鳳凰ボイジャー、鳳凰ステーション、獅子ボイジャー、カジキボイジャーの全4種だ。鳳凰ボイジャーと鳳凰ステーションは合体するとギガント鳳凰になるんだ。さあ早く遊ぼうぜ。はい、改めましてこんにちは、あたりです。ガシャポンキューボイジャー03回してきました。今回はね、何回回してきたかというと、せーの、ポンポンポン、はい、3回回してきたので、今回は3個開けたいと思います。まあね、ギガント鳳凰がね欲しかったんですよ。はい、開けます。まあさっきね、 ACR 様のラインナップの紹介とカプセルの色で大体分かってると思うんですけども、はい、まずはよいしょ、赤いのが多分これ、あ、やっぱそうだね。はい、まずはシシボイジャーですね。はい、ラインナップ。じゃあ2個目いきますか。こっちのオレンジのやつが、よいしょ、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、ホーボイジャーです。シールも入ってますね。そして3つ目、この紫のやつが、よいしょ、じゃんじゃじゃーん、ホーステーションで、これがシール。よし、じゃあまずは作っていきましょうかね。このまずシシボイジャーから作っていきましょうか。で、このパーツを組み合わせてシールを貼っていくんですけども、出来上がったものがこちらにございます。よし、じゃあホーボイジャーから作っていきましょうか。まずはこう、左右のシャトル部分ですね。そして本体っぽい部分、で、シールの貼り方に注意書きがあって、シール12、13、どれ12、13は6、11より先に貼ってください。だってまず12、13どこに貼るの、そもそもどこに貼るのかわかんねえんだよなまずこっちからいくか。よいしょ、貼ります。あ、なんかえらいツルツルしてんな。これはこれだけか。これここだろ。あ、これここか。こうか。あー、なるほど。ちょっと待って。わかったわかった。これここか。ここの、なんか、とんがってる部分。このとんがってる部分、ここに貼るんだ。こうベタっと、ベタっといく、ベタっといった後に上からこれを貼るんだ。こうか、こうだ。よいしょ、しっかり貼ってぐるっと回せば、お、いいじゃん、いいじゃん、ちゃんとそれっぽくなったね。じゃあ同じようにこっちも貼っていこうか。難しいねこれは。よーし、できた。組み合わせるときはここ左右を組み合わせて、これか、上からパチン。おーおおお、いいのか、いいんだな。うん、これね、ホーボイジャーかっこいいよねこれ。邪魔だ、かっこいいよ。ほら、見て。さ、ホーステーションも作っちゃおうかね。よいしょ。で、ね、ホーボイジャーね、ギガントホーの初登場回がもうテレビで早速、まあ、出てたんですけども、まあ、かっこいいんだよね。あ、ホーボイジャー、かっこよすぎるんだよ。で、まあ、
今日撮影してるのが金曜日25日なんですけども、28日なんですけども、明日ねデラックス版が発売するんですよね。楽しみなんだよね。楽しみすぎてね、逆にもうガシャポン先に開けちゃうみたいな。はいはい、行きましょうか。まずこれどこ、こっちが表だよね。こっちが表だから、こういう、こっちかよいしょ、パパパーっといけそうだな。さっきの4ボイジャーよりは全然簡単そう。お、あ、これ剣だ。そう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 、両手持ちの剣だ。これはシールはないんだね。色が欲しければ自分で塗ってくれスタイルですよ。よいしょ、よし。で、これが、あ、ここに貼るんだな。これだな。ここがこうかな。あ、デラックス版のギガント鳳凰が早く遊びたい。これこここうかよ、よいしょ、こうして、あ、これが腕になるんだな。こう腕になるんだな。あ、なるほどなるほど。よいしょ、なんか楽しいやっぱいくつになってもシール貼りは楽しいもんですね。といっても、なんかシールが多いプラモデルなんかを作ると、ああもういいやってなったりするね。そんなわがままな。ここか、この隙間か、この隙間ね、ここね。はい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 、ここね。はいはい、ほう、ソルジャーもかっこいいんだよな。よいしょ。で、これが、あ、ここか、こうだな。おっとっとっと、剣、こうして、ここだな、逆かな。で、これがこうでしょ。いや、合ってる、こうだな。はい、ホーステーション。よし、じゃあシシボイジャーは置いておこうね。このまずはホーボイジャーですよ。裏は真っ白で、ここがこう外れて、ここが外れて、こう2つに分かれるんですよね。うん、何かの意味があるのかもしれないし、ないのかもしれない。よっとセットして、これが鳳凰ステーションね。鳳凰ステーション、こういう感じになっています。何の穴だこれ、何かの穴なんだろうな。まあ今は分からないけども、これ動かない、動かないね。うん、で、この鳳凰ボイジャーを、この鳳凰ステーションとドッキングすることで、ギガント鳳凰になると。ドッキング方法、皆さんテレビ見ました？こうですよ。シュコー、セイザドッキング、あ、違う、カモンザドッキング、カモンザドッキング、シュコー。わあ、おっちゃきん。いいのか。で、こう。ね。手を下ろす。で、なんか羽みたいなものはここですね。うん、一応なんかテレビだとね、後ろについてたんですよね。後ろについてるけども、これは手の後ろについてます。あー、足開くんだ。こういうことか。ちょっと羽閉じよ。羽閉じよ。こういうことだ。足開くんだ、若干。すげえ。ちゃんと計算して作ってんだね。はい、というわけで、ギガント鳳凰です。かっこいいよね。ここのなんかこう、奥行きのある、この立体感的なところが、何かすごくそそるものがありますね。で、この羽のところについている、この、剣。剣を持たせれば、完璧。うん。完璧ですよ。ほら。ちなみにガシャポン Q ボイジャー01の Q 連王と比べるとこんな感じですね。うん、まあ、こっちは5体合体で、こっちは2体合体ですからね。まあ、しょうがないですよ。うん、もちろん全合体とかもないです。うん、まあ、それはそれで
いいんじゃないですかね、合体とかしなくても。うん、まあその中にはやっぱこうなんで合体しないんだよって思う人もいるかもしれないんですけどね、僕はねこれはこれで納得してます。うん、というのもね、去年のダブルヒーロー夏祭りね、甥っ子姪っ子と一緒に行ったんですけども、どうしてもね、もう小学1年生の甥っ子がねガシャポン回したいっていうことでね、15キューブあるじゃないですか、あれをガシャガシャって回したわけですよ。まあそしたら出てきたのがね、キューブライノスの2台部分ね。まあそれはまあ残念な顔をしてましたね。はい、まあ、まあそういうのもあって、分割よりはなんかこう 1個でこう完結してる方が僕としてはありがたいなっていう部分がねあったりなかったりするんです。まあこれも2体型ですけどね。うん、まあそういう感じ。うん、だからその合体的なものは求めてないかな。今日は見てくれてありがとう。ありがとうございます。次の動画に行く前にぜひチャンネル登録をしていってくれ。はい、というわけでガシャポン Q ボイジャー03、回してきました。ちゃんと見事にギガント鳳凰が手に入りましたね。いやかっこいい。明日はデラックス版を買いに行くんですよ。最新動画がこっち、おすすめ動画がこっち、よかったら見てください。それではまた次回、バイバイ。